ウメオは、スウェーデンのベステルボッテン県にある都市。二つの大学があり、合計3万人以上の学生が学んでいる。また、スウェーデン北部の最も大きな都市である。1965年に大学ができて、以来、急激に成長した。ウーメオ、ウーメオとも表記される。2014年の欧州文化首都になることが、決定している。 1888年に大火に見舞われ、その後、防火隊として、白看板が大量に植林されたことから、白樺の町の別名がある。梅尾は、ストックホルムの北 600km、北極線の南 400km にあり、ボスニアアンに注ぐ、梅川の河口の少し北にある町である。梅尾は、ストックホルムウプサラ地方より北にある町としては、最大の町であり、 北部スウェーデンの中心都市とみなされることがある。梅川の河口の南端には、ホルムスンド港があり、フィンランドのバーサとフェリーで繋がっている。そのため梅尾には、フィンランド系スウェーデン人が暮らしている。女子サッカークラブ、梅尾 IK の本拠地である。梅尾の気候は亜寒帯であり、短くてほどほどに暑い夏がある。冬は長く凍てつくが、メキシコ湾流の影響で井戸の割には、 気候は穏やかだという意見がある。1月の平均気温はマイナス8度であり、7月は16度である。http コロンスラッシュスラッシュ www.umea2014.se スラッシュ、facts and figures, did you know that? ウマヨユニバーシティ、2014年5月18日、閲覧。クラルトアトアストラゼニカ LGGS ネット2011。 ベステルボッテンクーリレン。2011年7月7日時点のオリジナルより、アーカイブ。2014年5月27日閲覧。スウェーデン大手4行、欧州の銀行ストレステストに、合格イコール金融規制庁。ロイター。2014年5月27日閲覧。ウェザーインフォメーション4ウマヨ、MSN ウェザー。2009年1月1日閲覧。 ありがとうございます。